こんにちは。最近僕はビーズが大好きだということを会社で公表していたら、こういう写真集を会社の上司にもらいました。で、大分のラジオで抽選で10名限定で当たるという超レアものです。で、裏はこういうふうになってます。多分サインまで入ってますね、2人の。すごいな。で、中を見ていきたいと思います。1ページ目はこれですね。In the Life。で、中を開けると2人の写真とビーズの魅力について語られています。で、松本さんの名前、写真ですね。稲葉さんの名前、写真、めっちゃかっこいいですね、2人とも。で、松本さん、稲葉さん、上半身裸ですね。かっこいいですね。で、松本さんがバイクに乗ってる姿がですね、これ。で、稲葉さんもバイクに乗ってます。で、またバイクと2人の写真ですね。で、これはレコーディングの様子が写真に写ってます、松本さん。で、次、稲葉さんですね。シャウトしてますね。で、お二人の写真ですね。I was born to fall in love. You know me all alone. って書いてますね。あ、アローンの歌詞ですね。Hold your dreams in name.In never ends naked eyes in the sky ですね。で、2人の様子が写ってます。2人一緒に写ってます。で、これ、松本さんの写真と稲葉さんの写真ですね。2人写ってます。で、これ、In the Life ツアー。の日程が書かれてますね。あ、違うか。バンドメンバーが書いてますね。はい。で、ツアーのプロデューサーのいろんな人の名前が入ってます。松本さんの写真で、こっちは、アーティストマネジメント、フィルムビデオスタッフ、エディショナルスタッフ、プロモーターズ、スペシャルサンクス、トゥ、いろんなメンバーの人の紹介と、稲葉さんの顔写真ですね。で、91年12月4日から92年までのツアーの説明で、福岡サンパレスに来てたんですね、この当時。あと全国仙台、福井、名古屋、東京と回ってますね。静岡、大宮ですね。旭川、北海道まで回ってますね。で、2人の写真ですね。で、これがジャケットですね。で、すみません。私、この In the Life のアルバムだけ家にないので、もし持っている方がいたら売ってください。よろしくお願いします。